やっぱり恒例のイベントからストレアが立ってるぞ。どうしたんだ？ねえねえキリト。はいはい。どうしたストレア？いつにも増して嬉しそうだな。いつもテンション高いじゃないか。それはね、シリカに相談に乗ってほしいって言われたからだよ。今までそんな感じで頼られたことってあんまりなかったから。ナビゲーションピクシーだったっけ？なるほど。それで上機嫌なのか。頼られると嬉しいんだな。ね、シリカが悩んでるのは胸が小さいことなんだって。そんなこと言っていいのか、キルトに。キルトに教えていいのか。え、待ったー、キルトさんに言っちゃいけません。みんなで相談して話し合った方が解決すると思ったんじゃないかな。だってシリカ、さっき大した話じゃないって言ってたじゃない。だったらキリトに話しても問題ないでしょ。ストレアさん、ダメだな。女性の気持ちを考えないと。問題大ありです。なんで なんでって。それはキリトさんは男の人で、やっぱりこういうことを聞かれるのは。フローフラグメントでずっと言ってたじゃないか。そうかな。そうなんです。あ、そうそう、それで肝心の胸を大きくする方法なんだけどね。大きくする方法とは？はい。そこで聞いていいのか。キリト君、早く離れた方がいいよ。わかんない。わかんないのか。だって私はもともと大きかったんだもん。プログラムだからな。それに人間胸だけじゃないと思うよ。キリトもそう思うでしょ。そう思うよ。B カップぐらいがいいんだよ。まあまあ、そうだな。そんなに落ち込む必要ないと思うぞ。もういいです。所詮胸の大きい人にはわからないんです。だから B ぐらいがいいんだって。おい、シリカ。言っちゃった。的確なアドバイスをしたと思ったんだけどな。シリカ、考えても人選ミスだろ。アスナさんとかに聞いたらよかったんだよ。アスナさんはでっかいか。シノンとかに聞いたらよかったんだよ。やばい、シノンさんに後ろから撃たれそう。さあ、次のイベント。ねえキリト、シノンと私から。怖い、シノンさんやめて。プレゼントがあるんだけど受け取ってくれる？何かな、何かな。俺に？なんで？キリトには日頃からお世話になってるからね。感謝の気持ちだよ。助けてもらったしな。そんな、わざわざいいのに。遠慮しないで。大したものじゃないから。大したものじゃないということはすごくいいものなんだろ。そうそう。大したものじゃなかったらいらんとか言ったら怒るくせに。やけにニヤニヤしてないか。なんだか嫌な予感がするんだけど。びっくりばっか。あら、女の子二人が一生懸命作ったものを受け取らない気なの。なんでそんな高圧的なんだ。怖い怖い。いや、ありがたくもらっておくよ。じゃあ、はい、これプレゼント。あかんやつや。な、何これ。スムージーだよ。キリトのために私たちが作ったんだ。スムージーって何。え、へえ、そうなんだ。血液とか唾液とか変な汁とか血とか入ってないよな。何よその顔、嬉しくなさそうね。そんなことはないよ。それにしてもこれ何が入ってるんだ。土色でドロドロしてて。泥？飲めないものを入れるわけないじゃないか。失礼ね。食べられないものは入れてないわ。攻略に勤しむキリトが元気になるように勢力がつくものを入れたのよ。変なの入れてないだろうな。血とか唾液とかどっかの汁とかどっかの血液とか。具体的に入れたものを言わないあたりやっぱり怪しいんだが。ああ、つべこべ言わずに飲んでみなさいよ。ああ、わかった。それじゃあいただきます。いや、俺が変態じゃなくてそういうネタがツイッターであったんだよ。バレンタインチョコレートにどっかの地位とかどっかのなんかを入れたとか。
そらくフィリアのいたずらにシノンが悪乗りしたんだろうな。そんなことないよ、友達を信じて、ハーレムのメンバーを信じて。きっとスッポンのチーとかだよ。どうしたの？遠慮しなくていいわよ。マムシのチーとかだよ。うまい、うまいぞ、うまい、もう一杯。パチン。どうした？なんだこれ、あー苦っ、しかもまず。それキリトの声じゃなくて松岡くん本人の素の声が出てるよ。こら、バカにして笑うんじゃない、はめて笑うんじゃない。笑い事じゃ済まないレベルだぞこれ。どうすればこんな味のものができるんだ。パラメータ見てみろ、毒になってるぞ。企業秘密です。今日はいいもの見れちゃった。それじゃあね。何こいつら、クズじゃね、人間のクズじゃね。予想以上の反応で面白かったわ。またね。なんだこのクソイベントは。ちょっと開発者出てこい。なんだこのクソイベントは。ちょっと二人とも、ま、あ、クライン、こんなところにいたのね。実はプレゼントがあって。クライン、ダメだ、それは罠だ。何、フィリアとシノンのことが嫌いなのか。なんでこんなクソみたいなイベントを作った。舌がしびれてきた。あの二人覚えてろよ。いや、なんでこんなクソみたいなイベントを作ったんだ。意味がわからんのだけど。オチもなくネタもなく、ただ単純にキリトに飲ませてバカにするイベントって、これはダメだろう。ちょっと作った人の性格を疑ってしまうわ。どういう神経してるんだろうか。さて次のマップに行こう。胸クソ悪いイベントを見た後だけど、氷のマップに行ってみようか。何なんだろうな、さっきのは。シャムロックとの攻防。シャムロックが襲ってきたのか。ここは俺がクリアするんだみたいな揉めたのかな。フロスヒルデ、サッピー、こんなに寒いとは思わなかったね。いや、どう見ても寒いじゃないか。砂漠の島であんなに大口叩いてたのに、クラインが一番寒がってるじゃない。そういえばそういう設定だったな。寒いです。シリカはピナがいるからまだいいよ。モフモフしててあったかそう。へそ出してるからな、フィリアは。感情氷山、フロスヒルド。奥に随分高い山があるな。上着着たらいいんじゃないかな。あそこに行くのはなかなか骨が折れそうね。腕が鳴るね。パパ、一度この島の様子を確認しておいた方がいいですよ。そうだな、また砂漠の時みたいに全体ぐるっと回るか。ああ、わかった。一周一周。私は準備できてるよ。嬉しい。寒くない。帰る、帰るなんてあるのかな。病は気から。頭痛いと思ってたら風邪ひくんだ。なんかすごい音楽だな。今回はリーファとストレアでクリアしよう。あれ、飛んでくれない。あ、限界じゃない、高度限界じゃない、ここ。ということは、ここに戻ってくるの、飛んでこれないの？あんまり高く飛べないみたいだね。マジかよ。早く上の方まで飛べるようになるといいな。うわ、飛べない。ただのゴブリンじゃないか。
でバうわかっこいいこの二刀流だよ。この大剣両手剣かする。おおこっちにいた。ストレアがレベルまだ全然ないから高度限界すれすれだぞ。うーんとりあえずあそこまで行くか。もう飛べない。マジか。走って移動はつらいな。と遺跡装置あるよ。この島を攻略する鍵になりそうね。そうだな。飛べない飛べない飛べない。全く飛べない。任せてくれ。ダッシュだけでいかなあかんのかな。ダッシュダッシュ。え、この上とかどうやって行くの？どうやって行くんですかね。とう、いやー、お、なんかあった。上じゃなくて下に洞窟があったわ。あ、洞窟があるよ。洞窟あったよ。ここは今の高度制限でも行けますね。ということでここから行けってことかな。なんかいる。グリフォン？グリフォンだ。逃げるな逃げるな。しかしどこに逃げた。痛い。うわ入ってもた。もったいねー。肩もあるし。なんかいた。まだ奥は行き止まりだぞ。なんとか。気をつけてください。まあ待て、まあ慌てるな。まずは外周を見ようぜ。全部回って町に戻ってから作戦会議して進めよう。それがいいと思います。丸。うおー。この高いところもしかして用事登れってこと。これこっちだ。どうやって戻るんですか。どうやって戻るんですか。もしかしてこっちからゆっくりと回り込まないといけないのか。いな。シャキーンじゃなくてこの辺飛べないだ。飛べるか。飛べないな。こっちはまっすぐまっすぐひたすらまっすぐ。任せてくれ。一発で終わらないだと。ダッシュ。なんか勝手に2人頑張ってレベル上げてますわ。飛べない。飛んだ。でかいのがいる。キンキン。ここじゃないのか。キン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 いってる。硬い。まだか。倒れてる。700？ そいつ倒したらめっちゃ経験値もらえるんじゃないか。700っておかしいだろこれ。
お、足弱点？たまにビシって言ってる。腕か。さて、どう戦うかな。ボス並みに強いぞ。残りの体力に注意して。残り体力に気をつけてください。回復するわ。回復するぜ。よし、3人でボコろうぜ。みんなボコでやつらが来る前に風がやなんか小人が来た。決めてしまえ。おら行けキン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 。危ない。届いてないし。やるね彼。それはやばい、負けそうになってる。足の裏効いてる。それで決めてやる。待って。ダメージ受けてなかったよ、ここまで。倒した？経験値いっぱい上がってる。あ、だいぶ弱くなるじゃん、こっちは。でも硬いな。みんなでボコると。ボコボコ減っていく。効率がいいかといったら効率は良くないな。あんまり心配させないでくれよ。トリアさん頑張って。コードダメだ。どこだ。もしかしてめっちゃ回り込まんとあかん。これもう戦うな。こいつ倒したら行くからさ。バーン。全然しない。どっからだ？そっか、そこっぽいな。そっから行くぜ。合ってるかな、こっちで。よし、来てる。いい感じだ。この中かな。いい感じに来てるぞ。あった。少し開けた場所があるぞ。ここだ。そこにあるのは洞窟の入り口ね。それだけ？あと一個。向こう。シュワー。キュンキュン。まっすぐ。あれ、このここ行けるんじゃないか？うわー、ギリギリ足りない。畜生。こっちから行けるな。ちょやめえや。お、宝箱ある。不明の盾。アイテムがある。戻ってきたかな。ひゅわー。バテる。
石器発見。探索候補一つだな。こんなもんかな。大体探索は終わったか。なんか来てる。そうね。一通り見て回ったし。助けろ、助けろ。助けろ、みんな来い。すげえ痛々しいことになってる。リーファがいろんな覚えてる。よし、じゃあ戻るか。どこだよ戻るの。こっちか。シュワー合ってる。ひー、まあ、そっからはすぐか。すぐならいいや。クートに戻ろう。しようかとか言いながらまた3人で冒険するんだろ。ああ、じゃあまた明日集合だな。ここで解散しよう。みんなお疲れ。お疲れ。さて、これは新しい武器でも入荷してるかもしれないし、うん、お、ムービーだ。なんだか向こう側が騒がしいな。騒がしいな。どうすんの。大丈夫か。大丈夫か。幼女が来た。隠して。いいから、私は後ろに隠れるからね。見えた。見えない。すごいな。どっかで見た人じゃないか。おい貴様。おい貴様、この辺りで少女を見なかったか。少女は見ていない。幼女しか見てないよ。 あっち側の方に走ってったけど。へへ、本当か。そうか。幼女が仲間になるのか。行ったよ。よかったのか。うん、助かったわ。そういえば、今探していたあの男、君はもしかして変なのに巻き込まれてしまったな。かばってくれてありがとう。私の名前はセブン、シャムロックのギルドリーダーよ。そうか。やっぱり俺君と会いたかったんだ。君と会いたい人はいっぱいいるよ。一人だけ優遇してもらえると思うんじゃないぞ。あら、あなた私のファンだったの。じゃあお礼にサインでもどうかしら。そんなものはいらない。いや、ファンとかじゃなくて、七色博士としての君に話を聞きたかったんだよ。シャムロックに入隊したいとかでもないのよね。うん、そうだよ。とりあえず逃げようぜ。まだ探してる。しつこいわね。君のギルドの奴らってお月の人みたいなもんだろ。なんで逃げてるの。このセブンちゃんにだって一人でのんびりしたい時くらいあるわ。そうそう、プライベートだって欲しいんだよ。そうなんだ。しかし学者と歌手の掛け持ちなんてよく務まるな。まあね。ただこっちの活動だって考えがあってやってるわけだし、面白がられてることは承知よ。そういえば日本ではこんな様子を見越しに担がれるって言うんだっけ。見越しに担がれるっていうのか。正解をどうぞキリト君。アイドル様は意外と冷静なんだな。合ってるのか。知らなかった。研究ってお金と時間がかかるのよね。今は幸いパトロンがいるからお金の心配はないんだけどね。パトロン。研究費がいつ打ち切られてもいいように稼げる時に稼げる算段を整えてるだけ。アイドルって弾けるといろいろ儲かるからね。そんな考えでいいのか。ファンが知ったら絶望するぞ。いや、アイドルってそんなもんだけどな。確かに。どこに行かれたんだ。しつこいわね。今日はもうログアウトしようかしら。あ、そうだ、名前を教えてよ。名前教えて。キリト、
スプリガンのキリトだ。スプリガンのキリトっていうのか。いい名前ね。じゃあまたどこかで会いましょう。バイバイ。そうだな、俺もログアウトするか。あ、またセブン。あ、じゃないや、七色のインタビューやってるな。七色って呼び出してる。それでは最後に、同じポーズだ。日本のセブンファンの皆さん、並びに七色博士に注目する人たちにメッセージをお願いします。スプリガンのキリトさんとか言ったら面白いんだけどな。歌を歌うセブンも、博士として研究を続ける私も、どちらも真実の私なの。だからどちらか一方だけじゃなくて、両方私だと思って、日本のみんなも温かい目で見守ってくれると嬉しいな。学者としてじゃなくて、アイドルとしても見てほしいってことなのかな、うん、キリトさん、そういうことだよ。どちらも本当の自分だから。キリトさん、そういうことだよ。どっちもね、この間と言ってることが全然違うな。本音と建前を使い分けて大したもんだ。そんな冷静に判断すんなよ。お兄ちゃんがテレビ見ながらニヤニヤ笑ってる。ゲームしながらニヤニヤ笑ってる人よりマシだよ。もしかしてセブンちゃんにハマっちゃったんじゃん。ということで、セブンしよう、間違えた、セーブしよう。